デニス・マイケル・ライトは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、マルボロ郡、ベネッツビル出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。2011年の MLB ドラフト3巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・オリオールズで、プロデビュー。a アバディン・アイアンバーズ、A 級。 デルマーバ・ショアバーズでもプレイし、3球団合計で12試合に登板して3勝2敗、防御率5.72、42奪三振を記録した。2012年は、AA 級フレデリック・キーズと AA 級、ボーイベーソックスでプレイし、2球団合計で20試合に先発登板して10勝5敗、防御率4.06、80奪三振を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、 メサソーラーソックスに所属した。2013年は A 級ボーイと AA 級ノーフォークタイズでプレーし、2球団合計で27試合に先発登板して11勝3敗、防御率3.11、138奪三振を記録した。2014年は AA 級ノーフォークでプレーし、26試合に先発登板して5勝11敗、防御率4.62。 103奪三振を記録した。オフの11月20日に40人枠入りした。2015年は開幕をトリプル A 級ノーフォークで迎え、5月13日にメジャー初昇格を果たした。メジャーデビューとなった5月17日のロサンゼルス・エンゼルス戦では先発して7.1回を無失点で勝利投手となった。次の当番も2試合連続で7回以上を。 無失点に抑える回答を見せたため注目されたが、3度目の登板以降は頻繁に一発を食うようになり、昇格と降格を繰り返した。トリプル A 級のフォークでは15試合に登板して9勝1敗、防御率2.23、63奪三振という成果を上げている。この年メジャーでは12試合に登板して3勝5敗、防御率6.04、 26奪三振を記録した。2016年もトリプル A 級ノーフォークとの往復を繰り返し、メジャー定着は果たせなかった。この年メジャーでは18試合に登板して3勝4敗、防御率5.79、50奪三振を記録した。2017年もメジャーでは13試合登板で、防御率5.76に終わりメジャー定着はできなかった。しかしその一方で、 脱参審率は自己最高の10.1を記録した。2018年はもっぱらチームのブルペンから投げる姿が見られた。結局先発も含め48試合に登板し84.1回を投げた。2019年4月21日にディエフェとなった。2019年4月24日にライアン・オグレントのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。 5月19日にディフェとなり、22日にマイナー契約で参加の AAA 級タコマレーニアーズへ配属された。6月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月4日に再びディフェとなり、7日にマイナー契約で AAA 級タコマへ配属された。2019年11月22日、韓国、 クボリーグの NC ダイノスと契約した。2020年は11勝を記録、韓国シリーズでも登板して NC は初優勝するも、2021年保留選手名簿から外れ、同年限りで契約終了となった。2020年12月24日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。2021年は5月のマイナーリーグ開幕から3カのトリプル A 級、 シャーロットナイツでプレーし、8月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。10月1日に DF となった。平均96マイルパーアワーのフォーシームを含む後、吸収操り、シンカー、スライダー、カーブ、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。